すする TV。 ゼレゼレどうも、すするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、お腹いっぱいになりたいのでこちら来ました。ドン。小田急線梅ヶ丘駅から徒歩5分くらいのところにあります麺食い亭満腹さんにお邪魔してます。二郎系や混ぜそばなどいろんなメニューがあるお店なんですけれども、こちらの二郎系の小ラーメンがなんと500円で食べられるということで、500円で食べられる中華そば自体が減ってきている中、500円で二郎系が食べられるってやっぱすごいですよね。レッツゴー。さあ、麺食い亭満腹さん、食券制です。今回はなんと500円の小ラーメンをプッシュ。小ラーメンの場合、コールはニンニクの有無のみですが、それでも麺量たっぷりだなと思って待ってるぞ。こちらが満腹さんの小ラーメンニンニクです。わーい、500円でこの盛りはまさに価格破壊。店主さんが刻み続けてくれていたキャベツも入っていて嬉しいぞってことで、いただきます。まずはそんな野菜群から食らってみると、しっかり温かくシャリホク食感が嬉しい。最初からタレがかかっているので、そのままガツガツ食らえちゃって、すでに満腹への道は始まっています。さあ、500円でこの野菜の量はなかなかすごいぞってことで、序盤はもりもり食べ進めていきます。するとようやく出会えたのが極太わしわし縮れ麺。なかなかのどっしりさを感じながら、すするーどほーん。中に小麦感が残ったバキバキ食感で、もっと麺食いてえと思わせてくれる食べ応え。スープも豚骨がしっかりベースとなり、醤油のアプローチもバッチリなソウル感あふれる味です。さあ、こうなったら野菜も絡めまくりつつ、ひたすらにすすりまくるのみ。途中でニンニクを溶かしてパンチ力も上げれば、わしわしボキボキ麺が自動的に口に運ばれてくるってな感じで、近所にあればいいのになと思いながら、ラストにはしっかりと分厚い豚。500円でこの厚みと柔らかさ、そして何よりも抜群な食べ応えは、学生時代に出会っていればきっと心の友になっていたのではないでしょうか。そんなこんなでラストまでたっぷりの野菜や麺を堪能しつつ、あえての逆光演出も披露していたら、いつの間にか満腹になって完食です。大変美味しくすれました。500円でこの量という最強コスパが嬉しい一杯でした。それではごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。いやー、満腹さんに行ってきたんですけれども、特別突き抜けてうまいとかではないんですけど、なんとなく安心するソウルフード感のある一杯で、個人的には好きですね。麺は極太のわしわし食感で、食べ応えもバッチリでしたね。そして強力な麺に負けない豚感がしっかりあるスープも、醤油が効いていて美味しかったですね。野菜がかなり多かったので、なんとなくヘルシーな気持ちになりましたね。なんといっても500円でこの一杯が食べられるっていうのはすごいことだと思うので、ワンコインで腹いっぱいラーメンが食べたいって方は、ぜひ利用してみたらいいんじゃないでしょうか。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、麺食いて満腹さん、麺食って満腹や、そのままや。